えー、それではですね、ショートメッセージの聖書箇所を、えー、まずですね、お読みさせていただきたいというふうに思います。えーえー、エペソの手紙、エペソ教会への手紙三章ですね。エペソ教会への手紙三章の十四節から十九節、エペソの三章十四節から十九節をお読みさせていただきます。新学聖書の第三版をお持ちの方は。 新約聖書の376ページになります。それではお読みさせていただきます。こういうわけで、私は膝をかがめて、天井と地上で家族と呼ばれるすべてのものの名の、もとである父の前に祈ります。どうか父が、その栄光の豊かさに従い御見たまにより力を持って、あなた方のうちなる人を強くしてくださいますように。こうしてキリストが、 あなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように、えー、また愛に根差し愛に基礎を置いているあなた方がすべての生徒とともにその広さ長さ高さ深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますようにこうして神ご自身の道満,ち満ちたさにまであなた方が満たされますように、えー、お祈りをさせていただきます。 愛する天皇父様あなたの皆を心からおめでとうえます、えー、今日こうして、えー、この2月5日という特別な日に、えー、長崎教会の第三礼拝で、えー、ショートメッセージをさせていただけることを心から感謝しますどうか精霊様が今望んでくださり、えー、この者をご支配し導いてくださりまたこの場をご支配しご臨在してくださり聖、えー、霊様ご自身がご自由に、えー、今日語るべきことを語らせてくださいあなたがまた聞いておられるお一人お一人のうちに触れてくださり今日の御心がなっていきますように 神様働いてください。え、その名前によってお祈りいたします。アメン。改めまして皆さんこんにちは。えっとですね、あの最近よくいろんなところで聞くことが、あの私たちは神様に愛されていますということですね。<laughs> あの最近これがブームのような。あの 至るところで聞く、まあ、僕は聞くんですね <laughs> で。皆さんどうでしょうかあの最近よく聞くと感じていたら嬉しいですね。で私はですねあの全然そんなことかんあのその最近パウロ牧師が、まあ、パウロ牧師は最近ていうかいつも言ってますけどもあのそのドイツチームとかでそういうのを言っているのとまた全然別でですね個人的に普段僕はですね 神様に愛されていることなんてもうはめから分かってるんだとだからもうそのそ,そのことじゃなくて神様もこっちが愛するっていうことが大切なんだみたいなことをよく言っているんですけども最近ですね神様に愛されているんだなっていうことをですねもうすごく痛感している通感してるというか今になって教えられてる気がするんですねで皆さんどうでしょうか、えー、神様に愛されているなあってあの感じる方ちょっと手を挙げてみてもらっていいですかね。 あハレ素晴らしいですね <laughs> 私たちは今ですねあのこの世界のすべての価値あるものを全部集めたよりもはるかに素晴らしいものを今知ってるんですね。え本当にですね素晴らしいことです。で今日はですねあのそのこの素晴らしい神様の愛イエス様の愛をあのど,うどうすれば知っていけるのかということをですね、えー、少しお話ししたいんですね。 であの聖書を読んでいくとどうやったら神様の愛を知れるのかということは、まあ、いっぱいいろんなことが書いてありますいろいろな方法がありますでその中の今日は1つなんですけれどもあのまず大前提としてです、ね、非常に大切なことはまず神様と自分自身という存在がですね1対1であの他の誰かと関係なしに神様の愛を知るつまり自分自身が本当に罪人であって。 でそしてその罪を許してくださったイエス様の十字架の愛を知りそして、その自分の罪この無価値と思えるようなのをどうしようもない自分の代わりに代価として払われたイエス・キリストという方がどれほど価値あるお方なのかこれを知っていくとですね、あのイエス様の神様の愛の広さ、高さ、深さ、大きさということが限りなく分かっていくわけなんですけれども今日はですね、それだけではなくてその続きの話をしたいんですね。 あのー、今ですね。神様に愛されてるなと感じてる方というかこう手を挙げてもらったんですけど、もう一つですね。お聞きしたいんです。神様を私愛してます。っていう方、ちょっと手を挙げてもらってもらっていいですか？ああ、ハレルヤ素晴らしいですね。<laughs> あの非常にですね。賢明な自信がないっていう声をですね。あの祈りの人であるシオンさんから <laughs> 聞こえたわけなんですけれどもそうなんですよね。あのこのこの質問になった時に自信。 ああげれないいっていう時があるんですよねしかしですね、皆さん、あの私たちはこれ、あげていいんですね。あ <laughs> げていいんですね。あげることを神様、喜んでくださるんですね。私も実はですね、あげることができなくなった時期っていうのがありました。えっと、それはですね、あのえー、厚木の方に行きまして、土山先生からですね、聖書を学んでいきました。や山先生、こういうふうに言うんですね。皆ささん神様愛されていますくあでこう聞くとクリスチャンの人は大抵 はい私は神様を愛してますと答えます。そしたら私は聞くことにしているんです。じゃあ、神様を愛しているあなたは何をしていますか神様を愛して、その神様を愛するがゆえに何をしていますかそうするとほとんど多くの人は何も答えることができない。本当に神様を愛していたら、神様の御言葉に従うはずです。神様を愛するとは、神様の命令を守ることだと、聖書の中に書いてますこういうふうに言うんですね。 で私はですねそれを聞く前までですね神様、愛してますって手を挙げてましたで3秒を捨てながらですね神様、あなたのことを愛してますあなたを死体求めてますあなたがすべてですと言ってましたでもですねそれを聞いて言えなくなったんですね <laughs> なぜかというと自分が全然神様に従っていないそれでですね1年半ぐらい本当にそれを言えなかったんです1年半ぐらいの間3秒するときにですねああ自分、神様愛してないなでも歌詞だから歌わないといけないなと思って歌ってました <laughs>。 なかなかきつかったですね、神様のことが大好きなのに、愛してますって言えないんですよ、<laughs> ねえ本当に皆さん、ここにいる方たちっては神様のことを愛しているので、それが言えないっていうのがどれほどきついかってことをきっと分かっていただけると思うんですけどその時にですね神様教えてくださったんですね、ペテロに聞いたこと、あなたは私を愛しますかって聞いたときに、ペテロは確かにつまずいて愛せなかったけれども、その時に、 あなたは愛することをあなたがご存知です」って答えたんですね、3回。あなたがご存知です。手を挙げたんですね、ペテロはね、その時になぜかというと、その自分を愛してくださるこのイエス・キリストの愛っていうのをペテロは知っていたんですね。えー、イエスはペテロがつまずく前に私はあなたのために祈りましたと。 あ,のあなたが立ち直ることができるように祈りましたとで立ち直ることができたらその時には今度はあなたが別の人たちを力づけてあげなさいということを言いましたね、まあ、まさにこのイエス様の愛によって、まあ、ペテルはです、ねまあ、手を挙げることができたわけなんですねでこの手を挙げた時に神様って本当に喜んでくださるんですで今ですねあの今日ちょっとさっき途中で帰られてしまいましたけれども原さんとです、ね、弟子訓練っていうのをやっているんですでつい最近2週間ぐらい前から 今までずっと弟子訓練というのをとにかくです、ね、あのその日の長崎協会のディボーションを一緒に呼んで原さんが自由に感じたことを分かち合っていくみたいな感じで特に何もこう予定を立てずにプログラムを作らずにやっていたんですけどもこれかセレ様に導かれてです、ね、2週間ぐらい前からちゃんとプログラムを作ってやることにしたんですねでそれでどういうプログラムなのかというと今言ったようなことですねイエス様のの弟子っていうのは イエス様を愛する者の,のことですすイエス様を愛する者いうのはイエス様のすべての命令に従う人のことですしかしです、ね、私たちというのは本当に愛がないそして神様に従うことというのができない存在なんですよねでその時にじゃあイエス様を愛することできないのか神様の弟子になることができないのかいやそんなことはないんですね人というのはこの愛された分だけ愛することができる 与えられた分だけ与えることができる神様に愛されれば愛されるほど神様を愛することができるようになるんですよだから本当にイエス様の弟子として一番最初にも最も大切なことは自分がどれほど神様に愛されているかということを知ることなんですよでそういってですね大地おの4章のところに、えー、こういうふうに書いてある御言葉を分かち合っていきました、えー、私たちが神を愛したのではなく 神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのですえ。つまりですね、私たちが神様を愛するのが先ではなくて、神様が私たちを愛してくださったんだと、えこういうことをですねやっていったんですね。で、私たちは本当に自分自身のこの罪を知り、それを許してくださったお方のこの愛、知っていくときに、確かにイエス・キリストの 深い限りない愛っていうのを知っていくわけですただですね最近私新しいことを知られたんですよあのー、ある人のためにですね取りなしをするように導かれたんです私はですねあのよく言ってていろんなところで断ることに言ってて長崎教会でも行ったことあると思うんですけど取りなしをすることが本当に苦手なんですね皆さんどうでしょうかとあのし りなしが得意だいいいう方いらっしゃいますか <laughs> それこそオンさんなんか得意なのかもしれませんけれども、まあ、得意というか飯ですよね本当にその人のために祈るっていうことがすっごく苦手でして自分のことだったら本当にいくらでも祈れるんですよ何時間でも祈れる「神様私を本当にあに作り変えてください」「神様あなたに従いますよあなたはあいさついただきますよ」でもいくらでも祈れるんですけども。 誰か他の人のためになるとですね一言を祈るだけで本当に力がいるでそしてそれが難しいっていう自分をずっと感じていましたただですねこの間取りなすように導かれた時に突然ですね、まあ、突然というかいろいろそれはあったんですけどあのその人に注がれている神様の愛っていうのがすごく私に迫ってきたんですねで そう私が取りなしをしていたその方っていうのはちょっとその信仰が今ダウンしてる状態で神様と向き合うことができてないっていうふうに自分で言われていたんですねでそれでこう祈っていくとその神様がその人がもう向き合えずにいるその状態をどれほど心痛めているのかあこっちの方を向いてほしいなあ一緒にいたいなあ一緒にこう話をしてですね触れ合いたいなっていうことをどれほど願われているのか ということがですねこうすごくこうひしひしと伝わってきてで鳥なしの夜が止まらなくなったんですねでそうなった時にその一人の人のためだけじゃなくてですねあこの人もこれほどに愛されてるのかこの人もこれほどに愛されてるのかそしてあ自分もこれほど愛されてるのかってことが分かった時に今までのレベルをちょっとはるかに超えて神様の愛っていうのが 分かってきたんですね <laughs> でですね、えー、今日はですねなかなかこういうことって言われないと思うんです今日は是非ですねあなたの隣にいる人に注がれている神様の愛っていうのを知ってほしいんですでそしてもう一つこれはもう一つって言いましたけど結局一つなんですよ同じなんですよ神様が単にあなたではなくて教会をどれほどに愛されているのか とといいいうことをです、ね、知っていっててしいんですねそのことを知る時に自分自身に注がれている神様の愛の大きさ広さ高さ深さというのがどれほど限りないのかということを私たちは知っていくことができますというのはですね今日お読みした聖書の箇所をもう一度ちょっと読んでいきたいんですけどこういうふうに書いてあります17節の途中からですねこう書いてます愛愛に根差し愛に根し基礎を置いていてるあなた方が すべての生徒とともにその広さ長さ高さ深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように神様っていうお方はですね一対一の関係の中では知り尽くせない愛っていうのがねあるんですね神様っていうのはお方はですねあえてこういう言い方をしますよあのぜひ皆さんですね 資料を持って聞いていただきたいんですけれども、出なければ、あのー、まるで今日のお父さんの朝のメッセージと違うことを言っているかのように聞こえると思うんですけれども、全くそうじゃないんですよ。これがどれほど一致しているかということをぜひ知ってほしいんですね。神様、あなたを愛されたのではなくて、教会を愛されたんですね。教会を愛されたんですね。皆さん、思ったことないですかなんで人は あの人もこの人とも結婚してはいけないのにあの人もこの人とも愛し合うんじゃなくて1人の人としか定められていないのになぜ神様は世界中の人を愛するんですかって <laughs> なぜ世界中の人をですねあのそれは会員じゃないのですかって考えたことないですか <laughs> 神様はですね1人しか愛してないんです <laughs> 一人ししか愛してないんです。神様ははででですすすねねね教教会会を愛愛さされれててるるんん、ね、イエス イエス様はこの長崎エルサレム教会を愛されてるんですね。さあ、えっと、主に愛されてる、えー、皆さん、この教会に注がれてる愛っていうのを知り、そしてあなたが教会を愛し始めたとき、あなた一人に注がれている神様の愛の、 広さ、高さ、深さ、大きさがどれほど限りないかも私たちはですね知,る知り始めるんですね。あの君愛されれるたために生まれたっていう曲がありますね、私はずっと苦手だったんです、あの曲が。<laughs> 君を愛されるために生まれた、半分しか言ってないじゃないかと、神様愛するために生まれたんだってずっとですね、えー、思ってました。ですけれども、ですねあの歌、深いですね。<laughs> 永遠の神の愛は我らの出会いのうちで身を結んでいく神様は教会を愛されているので教会に神の愛が流れていくんですね私たちが教会を愛し教会に集う時にですね自分に注がれてくる神様の愛を体験するんですねあの先週か先々週第一礼拝の,あのお父さん あ,あ,そうある人がですね、なんであなたはお父さんって言うんですかと、教会、あの公の場では父って呼んだ方がいいですよとか、あるいはですね、いざ僕して呼んだ方がいいですよって言われたことがあるんです。これはですねあの、1人じゃなくて結構何人かの方に言われたことがあるんです。私は意識的にお父さんということを使っています。申し訳ありません。これは信仰によることですので、大変申し訳ありません。<laughs> とですね、それはイエス様が公の場所で、えー、父なる神様のことをアバ,アバチ、お父さん、お父さん、パパ、お父ちゃん、そんな感じで呼んだわけですね。それでお父さんって呼んでるわけなんですけど、まあもちろん、 あの必要なときはそう呼びますけれども <laughs>、えっとですね、そこで,です、ね、本当にです、ね、あ素晴らしいメッセージをあのされていましたね,、えっと、ですね。お父さん言っていました、えー、私はしばらくないと騙されていましたと、ある人,が、ね、ああるある人っていうか、まあ、い言われたことがあるとあの、この教会に来ると疲れてしまう、教会に来ると、えー、元気がなくなって。 逆にに病んでしまっったりそういうい風なってくる今の教会にはえ友達を連れてくることができないイエス様のことを信じてほしいと思うけど別の教会に行ってほしいと思うってですね言われたことがあるとで確かにそうだなと思ってたけれども聖書にそんなこと書いてない教会にはキリストが満ちてると書いてある騙されちゃいけなかった聖書に立ち返らないといけないそういうことがメッセージされてたんですよ。 まさにその通りですねそれ言ったの僕ですねそれ言ったの僕です <laughs> <laughs> えー、騙されてたの僕ですね しかし、神様の恵みに本当に感謝したいです、<laughs> 私はそう思ってたんですよ、献身した人とか、そして本当に神様を愛して、この教会に来た人が、この教会で倒れて、この教会で病むようになって。 他のとこ行ったら健全になって元気になっていってるそういうふうに思ったんですねしかしですね今特別試したこの「ダビデの街」っていう曲これは本当に僕が作ったんじゃないですね神様から歌詞が与えられたんですよつまずいた人はこの教会で立ち上がっていきます傷ついた人がこの教会で癒されていきますそしてど誰にも必要とされない人がこの教会で必要とされてそして すべての罪ある人々がこの教会で許されて解放されるんですね今オンラインでですねもし聞いてる方がいたらですね私は本当に心から言いたいですこの長崎エルサルの教会ぜひ来てくださいぜひ来てください <laughs>、えー、病んでる人とかですね、えー、傷ついてる人とか弱っている人とか自分なんか絶対どこ行っても必要とされないだろうと。 思っている人がいいいたらでですすねねてしん人は本当にですね罪人ですから社会で居場所なくなるんですよ、時にはですね教会でさえですね弾かれる時があるんです。しかし、ここにあなたの居場所あります。イエス様がこの教会の頭だからです。ここに来たらこれからじゃないですよ、もう今、今この教会でリバイバルが起こってるんです。今 来てくださいそしてあなたは今癒されます、えー、そしてえ持、ー、ちられますし必要とされますし自由にされますし解放されますし神様の愛を知ります神様の愛を知ったら本当にすべてのことはどうでもいいです本当に自由にされます私は今日ですね一つ神様からあーこのことを言いなさいこのことをしなさいって言われて今ここに立ってますそれは何かというとえー、お父さん伊崎山誠僕師は えー、日本のリバイバルに召されました。私は長崎のリバイバルに召されました。<laughs> で私はですね、えー、召された者として、えー、今、イエス・キリストの皆によって、この長崎エルサレム教会のリバイバルを宣言します。そして、この町、この浦上の町、そして長崎の町。 この町のリバイバルをイエス・キリストの皆によって今日この2月5日に宣言します必ずそれが、えー、起こるのでありますもう起こったのですもう始まってます長崎教会で今傷んでいる人傷ついている人弱っている人どうかですね、えー、ぜひ信じてほしいんですねあなたは癒されますしあなたは立ち上がりますしあなたは用いられていきます、えー それをされるのは全て神様ご自身です。そしてこのリファイルが起こった時にですね、私たちは信仰の町が立つのみ、愛の共同体が立つのみ、そして私たちがまるで殉教者たちと同じように、精霊様の力を受けて福音を語り、互いにキリストの愛によって愛し合うことを見ていくと、えー、信じています、えー。お祈りします。天の父様、今日のこのメッセージの時を感謝します。あなたのみの褒めをたたえます。イエス様の名前によってお祈りします。アメン。